補欠選挙は議会における議員の欠員を補充するための選挙。補選とも言う。当選者は前任者の残任期間を在任する。場合によっては再選挙になる場合もあるが、本校に再選挙を含める。日本の補欠選挙制度については公職選挙法に具体的な規定がある。実施要件第113条に規定がある。具体的には欠員の数が 以下の人数に達したときに、補欠選挙が実施される。衆議院小選挙区では、一人参議院選挙区では、通常選挙における、当該選挙区の議員定数の4分の1を超えるとき、衆議院比例代表及び参議院比例代表では、再選挙の対象となる当選人不足数を合わせて、定数の4分の1を超えるときこのうちにのケースでは、 改選議席数の4分の1を超えない欠員が、次期改選でない議席で、特定の期間に生じている場合に限り、個別の補欠選挙でなく、次の通常選挙と合わせて、当該選挙区の欠員補充のための選挙を行う。このうち3のケースでは、議員の辞職、死亡があっても、基本的には繰り上げ補充が行われて欠員が生じにくいため、 これまで、比例代表の補欠選挙が行われた例はない。中選挙区時代の衆議院では、選挙区の欠員が2名に達した時に、補欠選挙が執行されていたが、定数3人から5人を基本とする中選挙区制で、欠員が2名に達した事例は少なく、第二次世界大戦後に中選挙区制が存在した49年間で、補欠選挙は19回に止まった。そのため、 任期満了時には衆議院の欠員が10人を超えていたことも珍しくなかった。実施日程第33条の2第2項に規定がある。投票日は特に定めのない場合は補欠選挙を行う自由の生じた時期により以下のスケジュールで行われる。この補欠選挙は統一補欠選挙あるいは統一補選とも呼ばれる。かつての補欠選挙は 補欠選挙を行うべき自由が生じた時から40日以内に行うとされていた。しかし、総選挙に小選挙区制が導入された1996年以降は全国的に補欠選挙の回数が増大していった。回数があまりも多いために選挙事務にかなりの費用がかかり有権者の関心も薄くなってしまったため2000年の公職選挙法改正によって 原則として、年2回に統一する現在の方式になった。ただし、参議院議員通常選挙が行われる年の3月16日から、選挙工事の前日までに、非改選の参議院議員が欠員となったことで、補欠選挙を行うべき自由が生じた場合には、統一補欠選挙形式ではなく、参議院議員通常選挙の当該選挙区の、 改選定数を増やして合併選挙を行う。その場合、当該選挙区において通常改選定数より下位の候補者は非改選議席での当選者扱いとみなされ、任期は他の当選者より短くなる。例えば、改選定数後の場合、1位から4位の当選候補者は通常と同じ6年間の任期を務められるが、5位の当選候補者は 補欠選挙の当選者であるため、任期は3連となる。また、衆議院議員の補欠選挙においては、参議院議員通常選挙の行われる年の第2期間の初日から、工事直前の国会閉会前までに、補欠選挙の自由が生じたときは、参議院選挙と同時に、補欠選挙を行う。この情報が適用された例としては、2007年に、衆議院、岩手一 熊本産区選出議員補欠選挙が第21回参議院議員通常選挙と同時に実施された例がある。参議院議員の補欠選挙については統一対象外再選挙が行われる場合はその再選挙の際に補欠選挙を行うものと規定している。一方、衆議院議員総選挙の時に参議院議員の補欠選挙の自由が生じても総選挙の期日が 統一補欠選挙の期日と同一にならない限り、同時に行われることはない。2019年4月の国政補欠選挙は、天皇の上位等に近いことなどを考慮して1週間前倒しとなり、第3日曜日の4月21日が投票日となった。なお、以下の場合は、補欠選挙が実施されない。補欠選挙は一部地域限定ではあるが、 大型国政選挙の間における有権者の審判として注目される。統一補欠選挙制度導入後に補欠選挙が実施されなかった年2000年の統一補欠選挙制度導入後2014年までは毎年にわたり補欠選挙が実施されたが2015年には初めて年間を通じて全国全選挙区で全く補欠選挙が実施されなかった。以後、 何度か年間を通じて、補欠選挙が実施されなかった年がある。統一補欠選挙制度導入後から2018年現在まで、補欠選挙が実施されなかった年でもすべて、補欠選挙実施自由は生じている。以下に、補欠選挙が実施されなかった年と、補欠選挙実施自由、補欠選挙を実施しなかった経緯の一覧を記す。全国全選挙区で、 補欠選挙実施自由も全く生じなかった年は2021年現在一度もない。都道府県議会においては、定員が複数の選挙区で2人以上の欠員が出たとき、または定員が1人の選挙区で欠員が出たときに行う。市区町村議会においては、欠員が定数の6分の1を超えたときに、補欠選挙が行われる。ただし、この条件を満たさない場合でも、 都道府県知事の選挙等が行われる場合、選挙の告示前までに欠員があれば、同時に補欠選挙が行われる。補欠選挙を行うべき自由が発生した場合、50日以内に行われる。ただし、任期満了の6ヶ月以内に欠員が生じた場合、補欠選挙は行われない。また、選挙無効訴訟が起こされている選挙区では、補欠選挙を実施することができない。 当選後3ヶ月以内に欠員となった場合は、参議院選挙区と同様、繰り上げ当選が優先される。1992年の第16回参議院議員通常選挙までは、北海道選挙区でもこの規定が適用された。当選人が失格となり、名簿等載人数が足りずに繰り上げ補充ができない場合など。佐藤霊選後の補欠選挙直近の例では、 1992年に、群馬2区で、中島玄太郎、砂永徹の死去により、補選が行われ、谷津義夫、中島陽次郎が当選した平成12年法律、第62号による改正前の公職選挙法第34条一項、特に、1947年から1980年まで導入されていた、全国区では、このようなケースが頻繁に発生していた。 また、選挙区では、このようなケースが累計で3回発生している。なお、改選定数が3から4に増員した埼玉県選挙区では、2019年7月の選挙以降に選出議員の欠員が生じた場合は、合併選挙が実施される条件となったが、この年の10月に2016年選挙選出である、非改選側での欠員が生じたために、 個別の補欠選挙を実施している。神奈川県選挙区では参議院議員だった松沢成分が横浜市長選挙に立候補したことを受けて2021年8月8日付で自動失職した。松沢成分は2022年7月の選挙において非改選の議員であったため第26回参議院議員通常選挙において合併選挙が行われ得票順位が五位の候補者が 松沢成分の任期を務める予定となっている。2003年秋の統一補欠選挙が最近のケースとされている。この時は参議院埼玉県選挙区の補選の後に衆議院議員総選挙が公示されている。例、2019年4月の補欠選挙は参議院兵庫県選挙区がある。2019年の参院島根県選挙区の在職中止挙は 補欠選挙の実施期間がないため、欠員のまま廃止された。衆院北海道5区の補選、16年4月実施へ。日本経済新聞。http w w w n i k シュ www. .com スラッシュアーティクルスラッシュ tgxlasfs15a14vv1415a900 万。2018年9月15日、閲覧。衆院選。 沖縄3区補選は行わず、一票の格差、訴訟により引く毎日新聞、2018年9月13日、選挙区がある場合は選挙区の定数、その他再選挙、増員選挙が行われる場合を含む。選挙、神津島村議補選無投票一人当選以前、欠員1、東京毎日新聞2014年8月14日、閲覧、地方最高。 定数ミたずム投票、補選も立候補ゼロ、なり手不足に悩む、地方議会背景には、報酬の少なさ2015年3月26日、産経新聞地方最高、定数ミたずム投票、補選も立候補ゼロ、なり手不足に悩む、地方議会背景には、報酬の少なさ2015年3月26日、産経新聞、地方最高、定数ミたずム投票、 補選も立候補ゼロ、なり手不足に悩む、地方議会背景には、報酬の少なさ2015年3月26日、産経新聞。ありがとうございます。